オレンタール・ジェームス・シンプソンは、カリフォルニア州サンフランシスコ出身の元、アメリカンフットボール選手、俳優、OJ のイニシャルで知られ、ジュースの愛称で呼ばれた。引退後、アメリカンフットボール選手として、プロフットボール殿堂入りした。1994年に発生した元妻の殺害事件の被告人となったことでも知られる。アフリカ系アメリカ人の両親のもとに生まれる。子供の頃に栄養失調でガニ股となった。当時ギプスを買うお金もシンプソンの家にはなかった。ガリレオ高校に在籍中に高校のアメリカンフットボールチームガリレオライオンズに参加する。サンフランシスコ市立大学の短期大学部での2年間で2445ヤードを走り54タッチダウンを上げる活躍を見せ、その能力を見込まれ、南カリフォルニア大学に入学し、わずか2年間の在籍で、当時のパシフィック10カンファレンス新記録となる3423ヤードを走り、35タッチダウンを上げた。4年時の1968年には、1880ヤードを走り、カンファレンス記録となる 23TD、ハイズマン賞、マックスウェル賞を受賞、ジュースのニックネームが付けられた。1969年の AFL、NFL 合同ドラフトで前年度に1勝12敗、1引き分けというリーグ最悪の成績を残したバッファロービルズに全体1位で指名されて入団した。当時ヘッドコーチのジョン・ラウチは、カレッジフットボールと違い一人のランナーが30回、40回と、ボールキャリアとなることに否定的で、シンプソンをランニングバックとしてだけでなく、レシーバーやブロッカー、スペシャルチームでリターナーとしても起用しようと考えた。これは、スタールーキーとヘッドコーチとの間に摩擦をもたらした。オークランドレイダースのようにより早くより遠くを目指すオフェンスをゲームプランにしていたラウチコーチは高齢となり怪我も多くなったジャック・ケンプからハーベン・モーゼス、マーリン・ブリスコーへのロングパスを多用する攻撃を好んでおり、ランプレーでもウェイン・パトリック、ビル・エニアットらと併用されたシンプソンは1試合あたり13回のボールキャリーで697ヤードのランに終わった。2年目の1970年シーズンも QB デニス・ショーによって、レイダースのようなオフェンスプランが継続して使用された。ニューヨークジェッツ戦では95ヤードのキックオフリターン、TD を挙げたが、シーズン半ばのシンシナティベンガルズ戦のパントリターンで、シーズン絶望となる、膝の怪我を負い488ヤードの獲得に終わった。1971年シーズン開幕直前に、ラウチコーチが解任され、後任として、ハーベイ・ジョンソンコーチが就任した。シーズン開幕後オフェンスラインに怪我人が続出し6試合連続 TD が、奪えず4試合連続で完封負けするなど、NFL 最悪の1勝13敗に終わった。この頃、シンプソンは、ハドルの中に知らない奴がいるから自己紹介をしなくては、ならないくらいだよと語った。この年シンプソンは742ヤードを走り後、TD を上げた。1972年に、ビルズに、元ヘッドコーチのルー・セーバンが、ヘッドコーチとして復帰した。シンプソンのポテンシャルを見抜いた、セーバンによって、クッキー・ギルクリストが任されたようにシンプソンが、オフェンスの中心として起用されるようになった。チームは、ドラフト2巡目で後にカレッジフットボール殿堂入りを果たすオフェンスラインのレジー・マッケンジーを獲得した。シンプソンが左、シンプソンが右、シンプソンが中央といったプレーが中心となり、ハイズマン賞受賞 RB であるシンプソンは一躍、リーグでも有数の RB となった。この年1251ヤードを走り、シンプソンは NFL のリーディングラッシャーに初めてなった。1973年にシンプソンは NFL の年間記録として初めて2000ヤードを超える2003ヤードのランを記録し、当年の MVP を受賞した。後に年間2003ヤードの記録は破られるものの、当時は1シーズン14試合制であり、連続14試合での獲得ヤードでシンプソンの記録を超えた NFL 選手は未だ現れていない。この年開幕週のニューイングランドペイトリオッツ戦で250ヤードを走り1試合のラッシング獲得ヤード NFL 記録を作った。その後4試合連続で100ヤード以上を走り5試合終了時点で813ヤードとなったシンプソンにはジム・ブラウンの記録更新の期待が高まった。スーパーボウルチャンピオンのマイアミドルフィンズ戦では55ヤードと抑えられたが、10月29日のカンザスシティチーフスとのマンデーナイトフットボールで157ヤードを走り、シーズン前半7試合で1000ヤードを突破した。続く2試合で79ヤード、99ヤードに終わったが続く4試合で100ヤード以上を走りシーズン2試合を残した時点で1584ヤードまで記録を伸ばした。吹雪が舞う中で行われた、地元リッチスタジアムで行われた、ニューイングランドペイトリオッツ戦で21回のキャリーで219ヤードを走ったシンプソンは、ジム・ブラウンの記録まで、残り1試合で63ヤードまで迫った。最終節、シェイスタジアムで行われた、ニューヨークジェッツ戦も雪の中での試合となったが第1、9に、ジム・ブラウンの記録を更新し2000ヤード達成直前の2プレーで QB ファーガソンがシンプソンを休ませるために FB のジム・ブラックストンにボールを持たせたプレーには記録達成の瞬間を心待ちにした敵地ジェッツのファンからもブーイングが起きた。最後はブラックストンが開けた中央にシンプソンが走るプレーで7ヤードを獲得しこの試合200ヤード。シーズン通算2003ヤードの記録を達成した。この年新人 QB、若い2人の WR であったため、パス攻撃はほとんど選択されず、オイが左、オイが右、オイが中央といったプレーコールがほとんどであった。シンプソンの新記録の陰には、タイトエンドも含めたエレクトリックカンパニーと呼ばれる10年で最高のオフェンスラインの存在もあった。この試合残り8分となったところで、QB ジョー・ファーガソンはハドルで、オイの2000ヤード達成まで、あと60ヤードだぞ、とチームメイトに声をかけた。新記録達成後の記者会見にシンプソンは、オフェンスの全選手を同席させ一人一人を特に、レジー・マッケンジーへ感謝の言葉を述べた。またシンプソンは、オフェンスの選手やコーチたちに、純金製のブレスレットを贈った。その総額は2万ドルを超えたという。シンプソンは1973年の活躍に対して、当年の最優秀のプロスポーツ選手に与えられる、ヒコックベルトを受賞した。シンプソンは、NFL 記録である6回の1試合200ヤード獲得を記録した。1974年は、NFL2 位の1125ヤードを走り3TD を挙げた。1975年、シンプソンは NFL リーディングラッシャーとなる1817ヤードを走り、ランで16個、レシーブで7個、合計 23TD を挙げて、これまでゲール・セイヤーズが持っていた 22TD の NFL 記録を更新した。またこの年シンプソンはパスターゲットとしても多用されるようになった。1976年にシンプソンは生まれ育った。アメリカ西海岸のチームへのトレードを求めた。シンプソンの年俸は当時30万ドルで、ハリウッドでの俳優業やコマーシャル出演、ABC の解説者などで、その10倍以上を稼いでいた。ロサンゼルスラムズとの交渉が行われたが、ビルズのオーナー、ラルフ・ウィルソンの要求であるマイク・ファニング、ジャック・ヤングブラッド、ローレンス・マッカチオン、ドラフト一巡指名権2つは課題であると、ラムズオーナーのキャロル・ローゼンブルームは判断、トレードは成立しなかった。トレードのデッドラインギリギリまで他チームとのトレードもうまく進まず、ウィルソンオーナーとシンプソンは3年250万ドルの契約に合意した。この年感謝祭の日に行われたデトロイト・ライオンズ戦でシンプソンは、自身の作った1試合ラッシング記録を塗り替える273ヤードを走った。この年も NFL リーディングラッシャーとなる1503ヤードを走ったがタッチダウンは9個にとどまった。1977年シーズン、シアトルシーホークス戦で膝を負傷しシーズン絶望となった。この年シンプソンは7試合の出場、557ヤード獲得に終わった。1978年、前ロサンゼルスラムズヘッドコーチのチャック・ノックスが、ビルズの新ヘッドコーチになると、シンプソンは、ドラフト指名権5つと引き換えに、サンフランシスコ 49ers にトレードされたが、膝や肩の故障により593ヤードの獲得に、とどまった。1979年、49ers には、ビル・ウォルシュが、新ヘッドコーチに就任したが、右膝の故障や2歳を目前にした娘が8月に、溺死したこともあり、トレーニングキャンプをほとんど休んだ。この年13試合に出場したシンプソンは120回の、キャリーで460ヤードの獲得、3TD に終わり1980年1月23日に、現役を引退した。シンプソンは、生涯に 11,236 ヤードのランを獲得し、オールプロに選出されること5回、プロボウルにも6回選ばれた。ビルズ時代の1975年11月23日のニューイングランドペイトリオッツ戦で4タッチダウンを挙げた。シンプソンの他に、ビルズで1試合 4TD を挙げたのは1963年8月12日のニューヨークジェッツ戦でのクッキー・ギルクリスト、1979年9月9日のシンシナティ・ベンガルズ戦でのローランド・フックス、1979年9月23日のニューヨークジェッツ戦でのジェリー・バトラー、1991年9月8日のピッツバーグ・スティーラーズ戦でのドン・ビービー、1992年9月6日のロサンゼルス・ラムズ戦でのサーマン・トーマス、2004年11月28日のシアトル・シーホークス戦でのウィリス・マゲーヒーの6人のみ。シンプソンは現役最後となったアトランタ・ファルコンズ戦の第1球で2ヤードゲインしたもののファンブルしてしまい、ボールはランディ・クロスがリカバーした。第4球終盤、第3ダウン残り10ヤードの場面でシンプソンはボールを受け取り左サイドを走って、ファーストダウンを獲得しこれが現役最後のプレーとなった。シンプソンは試合後、ファンブルが自分の現役最後のプレーとなりはしないかと心配したよと語った。引退後は俳優やコメンテーターとして活躍し人気を博した。また、1985年には、ハイズマン賞受賞者としては初めて、プロフットボール殿堂入りした。逮捕時のマグショットシンプソンは1994年、白人の元妻のニコール・ブラウンとその友人のロナルド・ゴールドマンを殺した容疑で逮捕され、後に起訴された。この事件は、被疑者が大スターであることのみならず、捜査員の人種差別的思想の過去など様々な、人種問題も絡んで、アメリカ国内で非常な関心を集め、テレビ中継されたフリーウェイ上でのカーチェイスの上での、シンプソンの逮捕から判決までの期間、裁判等の動向は逐一、トップニュースとなり、社会的現象となった。刑事裁判でシンプソンは、無罪となったが、民事裁判ではシンプソンによるゴールドマンへの殺人が認められた。また一連の裁判による多額の借金のためシンプソンはハイズマン賞のトロフィーを売却する羽目になった。シンプソンはこの事件について If I Did It という著書を出版しようとしたが遺族の猛反対で断念した。2007年9月16日、シンプソンは5人の男と拳銃で武装してラスベガスのホテルに押し入り、多数のスポーツ記念品を盗んだ容疑で逮捕された。被害者の一人はかつてシンプソンからハイズマントロフィーを購入した人物でシンプソンは盗まれた記念品と妻子の写真を取り戻そうとしただけで銃などを持っていなかったと主張したがこれは退けられ2008年12月5日シンプソンに合計33年の懲役刑が言い渡された。仮出所は最短でも収監9年目以降となった。2013年5月、裁判のやり直しを求めたが、同年11月に却下された。2017年7月20日、同年10月1日付での仮釈放が許可され、同年10月1日の朝に仮釈放された。シンプソンは、ディフェンスのホールを探す能力に優れたものを持っており、カットバックする能力がずば抜けていた。また、実現こそしなかったものの、1984年の映画、ターミネーターで、アーノルド・シュワルツェネッガーが演じたターミネーター役の候補にも上がっていた。ありがとうございます。